皆さんこんばんは、衆議院議員の原口和弘です。佐賀に帰ってですね、床屋さん行きました。いやー、その飛行機に乗ってる時にニュースが入ってきて、一体どうなってるんですかね、この裏金問題。岸田首相がですね、岸田派を解散するっておっしゃったわけですけど、 あれって変だと思われません？だってもう派閥の会長お辞めになってるじゃないですか。そんなお一人でそんなことを決められるんですかね。あの憲法のその結社の自由とか集会の自由とか、まあそういった難しいことは横に置いといて、今でも実権握っておられるってことでしょう。で、そしてもう一歩、じゃあその会計責任者の人たちが立件されてますよね。それっておかしくないですか。だって会計責任者ってね、年齢を言っちゃいけないけど、かなりのご高齢の方々ですよね。で、中にはもう本当にその形だけっていう会計責任者も、今回の方々がどうか分かんないですよ、そういう方が多いっていう中で、あの報道によると共謀が認められないと。それって検察大丈夫ですか。検察もしね、その報道が本当だったらですよ、共謀が認められないって当たり前じゃないかなと思うんですよね。だって仮にですよ、今僕が申し上げたように名ばかりの会計責任者だったら共謀するわけないじゃないですか。全部政治家の方に権限があるわけだから。そんなあの会計責任者がそんな大されたことをですね、自分の一存で決めれるわけないし、逆なんじゃないですか。あの名ばかりの会計責任者だったとすると、別にあの話し合う必要も なければ、あの相談だってするわけないじゃないですか。名ばかりだったらですよ。だってもう自分らで決めて、はい、裏金しときましょうと。会計責任者はまあ名ばかりだから、後で、まあこういうことだよねって言えばいいんでしょ。だからそれで共謀が成立しなかったから、立件、あの、断念っていうのは、本当に大丈夫ですか？いやー、ちょっともう不思議でたまらないことが起きてますね。で、一方じゃ、あの、今朝ですね、私はあの、日本の未来を作る勉強会、これ、消費税の正体、あの、安藤博先生のこの講演も、いくつも分けてですね、解説しなきゃいけないようなもん、いっぱい情報が詰まってましたね。まあ、これをご覧のですね、中小零細の企業の皆さん、皆さん消費税を預かってんじゃないですよ。預かってんじゃないですよ。あれ、法人税っていうのは利益に対してかかるのに、これは第二法人税で、利益プラスの何にでしたか。ぜひそこを見てみてください。それで反対しないってどういうわけですかね。いやー、だから本当にね、日本を弱める、そしてもう白でも黒、黒でも白っていうふうに言いくるめてですね、いっぱい誤認させる仕組みがあるんだって今日、あの、誤認させる仕組みっていうとなんか、気取った言い方ですけど、平たく言えば嘘ですね。嘘で騙してるというのがいっぱいあるんだという意味のことを今日安藤先生がおっしゃってましたね。ぜひこの日本の未来を作る勉強会第23回ね、これぜひご覧になってください。それと合わせて、今朝配信してるゆきさんの、及川幸久さんがパンデミック条約、そして IHR ですね、これがどんな仕掛けになってるかっていうのを詳しく、あのジェームズさん、アメリカのジェームズさんに僕らが聞き取った内容をですねおっしゃってますんで、これもう日にちがないですね。外務省と厚労省に、外務省の方がパンデミック条約、厚労省が世界保健規則、日本が提案してるのを、即僕に出してくださいと言ってるんですけど、まだ来てないですね。おかしいですね。だってもう全体のドラフト像が出るのが期限が1月27日なんですよ。日本だけが何を提案したかっていうのはジェームズさんの話によると見られないっておっしゃってましたもんね。いやー、なんか日本ってどんな国なんだろうって思いますね。あと、あの最後ですけども、今日8時から、
カズさん、石田和康さんとの対談の第1弾、あのライブは昨日そのまま放送というか、配信してるんですけども、今日8時から第1弾が、配信されますんで、でカズさんの越境 3.0 が配信されたら僕のもですね、あの出します。で今日さっき、飛行場からですね第一園芸センターさんに寄ってきました。猫のタマさんは営業社員、入れ違いでした。タマ子さんはですねお家にお帰りになっておりましたんでまた行ってきます。でラナンキュラスラックスがあったんでちょっと、いいものをですね70鉢僕は育ててたんですけど今回失敗して60鉢が腐っちゃったんですね。もうありえない、ラックスをそういうことするっていうのはもう、まあプロの園芸家じゃないんで、要は早く咲かそうと思って冷蔵庫に入れてたんですよね。でそこでカビたのか何なのか、もうあれだったら地植えにしといた方がいい。で今回あのラナンキュラスラックスをですね、これご覧になりますか、ラックス買ってきました。これもう2年分3年分をですねあの取り戻すためにもうしょうがない、多少高かったですけども、あの時間をこれで取り戻すということでですね、もう意地になってるわけですね。まあ、こういうことするからバカだって言われるんですけども、頑張っていきたいと思います。東京の方は明日と明後日で雪だって言ってますよね。どうぞあの寒さに気をつけて、ください。またあの被災地の皆さんに対してのご支援ご活動本当ありがとうございます。ということで、この裏金の問題の決着の仕方はあまりにも変でしょう。まず岸田首相が なさらなきゃいけないのはですね、党の中に第三者委員会、弁護士とか検事さん出身の方々に頼んでですね、何をやってたかっていうのをまず世に明らかにすることですよ。派閥を解散するって、それって自分が今も実権持ってるっていうことの告白でされていらっしゃるんじゃないですか。岸田派にもですね裏金があったわけで、まあこんな、お辞めになった会長がご一存でですね解消できるんですから、裏金もご一存で決めておられたんじゃないかなと、それだけの権力の大きな人をですね、抜きにしてどうやって会計責任者の方がですね、権力も何にもないバッジもついてない方ができるのかと、不思議でたまらんですね。不思議でたまらんことはやっぱり論理がおかしいんですよ。おかしい。それじゃあ皆さんどうぞ良い夕べを。もう3位帰ってくるとね、もうほっとしますね。もう何日ぶりやっけな、2週間ぶりだと思いますね。途中尖閣に行ってましたから、尖閣諸島開拓の日にですね。それじゃあごきげんよう。最後までご覧いただいてありがとうございます。